マスク州はカナダのケベック州ラノディエール地域のレムーラン郡にある都市。モントリオール大都市圏に属し、人口は2016年時点で46,692人。創設は1855年、1970年に市に昇格した。近年はモントリオールの衛生都市としての宅地開発が進み、2014年には通勤鉄道も開通し、 ケベック州の中でも特に人口増加率が著しい、自治体となっている。市名は、アルゴンキンゴ派で熊の平原を意味する、マスカ中が由来。モントリオール中心部の北東 25km に、市市南側をテルボンヌに隣接している。2016年センサスによる人口は46,692人で、ある。国勢調査によると二千六年から二千十一年の、 人口増加率は25.8%と、ケベック州の中では最も高い都市の一つとなっている。2016年の統計による住民の母語の割合は、フランス語が92.10%と大半を占める。マスク市空港定期便の運航は行われていない。主に自家用機や飛行訓練に使われる。RTM によって運営される。 郊外列車のマスク主線が2014年に開通し、マスク主駅が終着駅となっている。およそ1時間でモントリオール中心部に到着する。ありがとうございます。